サミュエル・ジョーダン・カークウッドはアメリカ合衆国の政治家であり南北戦争の時にアイオワ州知事だったことで最もよく知られている。アメリカ合衆国上院議員とアメリカ合衆国内務長官も務めた。カークウッドは1813年にメリーランド州ハーフォード郡で生まれた。17歳の時学校の教師をはじめ後に数学者かつ天文学者として 著名になったいとこのダニエル・カークウッドを生徒の一人として教えた。若い時は一時期ワシントン DC で過ごし、その後1835年に父についてオハイオ州に移転した。そこでは名の知られた反奴隷制共和主義者になった。いくつかの州役人に選出され、1840年代には後にオハイオ州知事となるトーマス・バートリーと親密に働いた。 1855年、カークウッドは、アイオワ州に移転し、アイオワシティの北西に住んで、製粉事業でやはり、オハイオ州から移転してきたクラーク家と関わるようになり、その後クラーク家やルーカス家と共に、土地投機事業に関わった。カークウッドは、エゼキエル・クラークの姉妹であるゼン・クラークと結婚し、ロバート・ルーカスの息子であるエドワード・ルーカスとは、義兄弟になった。カークウッドは、 オハイオ州で政治の世界は止めてきたつもりだったが、新しく設立された共和党に興味を持つようになった。1856年2月にコーラルビルにあるその製粉工場から呼び出され、まだ小麦粉がついたままでアイオワ州共和党決闘集会で人を奮起させる演説を行った。多くの人々がカーグウッドの演説とその後の働きをアイオワ州における 共和党の成功に功績あると認めた。この年カークウッドはアイオワ州上院議員に選ばれ、これを1856年から1859年まで務めた。1859年、カークウッドはアイオワ州知事候補に指名され、奴隷制問題に焦点を当てた、激しい選挙戦の後でオーガスタス・シードッジを破って当選した。 千八百六十年、就任して、最初の年、ジョン・ブラウンが、ハーパーズ・フェリーを襲撃し、奴隷制に関する国内の二極化をさらに強めたが、カークウッドは明らかに闘争的、奴隷制度廃止論者だった。アイオワ州スプリングレール出身で、ブラウンの襲撃に参加した若者、バークレー・コポックが、アイオワ州に逃亡した時、カークウッドは、バージニア州からの総関令状を受付を拒み、 コポックが逃れるのを認めた。南北戦争の間、北軍のためにアイオワ州から兵士や物資を確保する、その異常な努力により国民的な注目を浴びた。エイブラハム・リンカーン大統領の政策の強力な支持者として、北軍のために数多い不評連隊や、騎兵隊及び砲兵隊の立ち上げや、装備のために活発に動いた。1862年。 ペンシルベニア州アルトゥーナで開催された北軍に忠実な高八次会議に出席し、最終的にリンカーンの奴隷解放宣言に指示を与えることになった。1864年に知事を辞めると、アイオワシティのワイオミング道路にある新しいレンガ作りの家に引っ越し、法律実務を始めた。この頃に持っていた製粉状の株を一部は兄弟のウィリアムに一部は バレンタインミラーに売却した。1865年から1867年、アメリカ合衆国上院で、ジェームズ・ハーランの人気残りを務め、1877年から1881年に、再度上院議員を務めた。この上院議員の人気の間にあたる1876年から1877年、再度アイオワ州知事を務めた。 この1877年に知事を辞めて上院議員としての2期目となった。カークウッドはジェームズ・ガーフィールド大統領のアメリカ合衆国内務長官に就任するために上院議員を辞職した。この職は1882年まで務めた。1886年にはアメリカ合衆国会議員選挙に出馬したが落選した。 カークウッドは1894年にアイオワシティで死に、そこのオークランド墓地に埋葬されている。アイオワ州シーダーラピッツにあるカークウッドコミュニティカレッジはカークウッドにちなんで名付けられた。アイオワ州の草分け的政治家、ジェームズ・ハーランと共に、カークランドの彫像が各州に割り当てられた2体の彫像として、ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂の 国立彫像ホールコレクションの棚の下に展示されている。政治家になってから大半を過ごした家のあるアイオワシティのカークウッドアベニュー、アイオワ州とデモインのカークウッドホテルもカークウッドにちなんで名付けられた。カークウッドが製粉所を運営したコーラルビルにはカークウッド小学校がある。アイオワシティ高校のモーニングサイド入り口近くに小さな忘れられたような記念碑が立っている。 アイオワ州、ダベンポートのカークウッド通りは、国際的に知られた、長距離走、ビックス7が開かれる通りである。ありがとうございます。